はい、ビッグゲームのサブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、この秋、9月ですね、2021年9月の新製品ですね、奥間のカバラ、5N のレフトハンドルが発売されました。簡単なスペックですね、まずですね、ギアは2スピードになってますね。このボタンを、人差し指のこのボタンをパチッと押すと、ローギアになります。で、ここのレバーを押すことによってこれは解除になるんですけれども、このレバーね、ここのポッチが上に上がったところがハイギアです。こういう感じにギア比が変わります。で、そのギア比なんですけれども、押した状態ですね、ローギアで 3.8 で、ハイギアですね、このレバーが出っ張ったところのハイギアで 6.4 ですね。で、ボールベアリングが全部で4つ入ってます。で、重さが 460g で、ハンドル1回転の巻き上げ量ですけれども、ローギアですね、ここをローギア 3.8 の段階で1巻き 63cm です。で、ハイギアにした状態ですね、 6.4 のギアで持ち上げた時、ですね、ハンドル1回転 1m7cm です。はい。で、前回ですね、右ハンドルの時に、ラインをね、P ラインを実際巻いてみたところですね、これが正しい数値になりますね。PE の3号が 400m 入ります。で、PE の2号が 600m ですね。PE の2号が 600m っていう感じの、糸巻き量ですね。押し味側で言うと、2000番だとね、2.5 号で約 600m ですね。だから、1500番と2000番の間の、約1800番、押し味がでいうとね、1800番クラスになるわけですね。はい。ということでですね、今回はちょっとね、このリール、細かい部分をね、ちょっとじっくり見てみようかなと思います。前回いろいろね、説明しましたので、今回はね、これをですね、じっくり、見ていく動画にね、したいと思います。まずね、カップ径ですね。皆さんの方でね、実際にこうやって見てみてください。ハンドルもね、結構長いですね。軸間で約90ぐらいかな、軸間90ぐらいありますね。じゃあカップからね、こうやって見ていきましょう。ここに水抜き穴ですね。ここにも水抜き穴。ここにも水抜き穴ですね。
このギザギザにラチェットが入るんですね。これ水抜き穴ですね。ここのガタがほとんどないですね。クランプついてますね、これ。クランプ、あのロットと固定する感じですね。次はですね、このタイプのリールシートにつけてみます。これぐらいの隙間ですね。このリールシートはね、ギャラハド系です。富士のね、普通のタイプですね。 DPS18、 多分ね18ってやつですね、シリーズ的には。こんな感じですね。リールシート少し小さめなんで、結構しっかりね奥まで入る感じですね。リールシート長いとどうしてもねフロントグリップ前にオフセットになりますんでね。このリールはですね、実際に糸巻き動画を、ね、見ていただけると分かるんですけれども、かなり、ね、力の強いあのリールになります。で、巻き上げ力が、ね、とんでもなく強いですから、結構青物から、ね、中心回まで何でもやりますね、はい。次はね、ひしも、ね、ひしもさんのロッドです。ソルダムゴースト、この組み合わせでね使う人もね結構多いので、ちょっとねはめてみます。
このリールシートはね、ここがすごく薄いんで、手の小さい人ね、いいと思います。すごくね、自然な感じですね。リールシートはやっぱりごついと、どうしてもね、手がこう広がっちゃうんですね。これがね、かなりなくて、自然な形でね、収まりますね。非常にいい組み合わせだと思いますね。こんな感じです。次はですね、スローピッチのね、ロットで多用されている DPS22、ポセイドンだとか、スキュラ、ね、オーシャンフリークスだとか、まあ、いろんなメーカーさんのね、スローピッチのロットが結構この太めのね DPS 使っていることが多いので、ちょっとつけてみますね。こんな感じですね。やっぱり太いですね、ここはね。リールシートが太い。ある意味手元にね、しっかりこう重心が来る感じになるので、竿がねかなり軽く使えるのは確かですね。前の持ち重り感がねだいぶ減りますね、グリップ太くすると。やはりですね、リールシートがね結構やっぱ小さめなんで、フロントグリップがしっかりやっぱ奥まで入るんで、あんまり前に出すぎることがないですね、このタイプはね。2号で 600m 入りますからね。1号で 1200m ね、 1.2 号で 900m、 もう中心階でね赤むつなんかやるのにも全然問題ないですね。はい、ということでですね、今回は奥間のカバラ 5N 新潟ですね、 5N2 の LX レフトハンドルのご紹介でした。いかがでしょうか。価格がですね、28,800円の消費税だから、3万円中ぐらいになるのかな。かなりですね、コストパフォーマンスなリールです。で、結構人気商品です。で、9月の頭だからちょうど今日ですね、右ハンドルと左ハンドルが、メーカーの方がですね、ようやく、上がってきまして、お店の方入荷しましたんでね、できるだけお早めにご注文の方お待ちしております。これからね、青物ジギングも、最盛期にね、これから入ってきますんでね、非常に人気の機種ですので、お早めにご注文の方をお待ちしております。それでは皆さん、次の動画をお楽しみに。また次回ですね、このような動画を上げたいと思います。さよなら。